皆さん、お集まりですね。それでは、この街道で起こった一連の事件についてお話ししましょう。ではそろそろ一連の事件を引き起こした人物を明らかにしましょう。実はある証言を得ています。ホバーが転落したのは通行人をかわしてバランスを崩したためとのことです。ではその通行人とは。ホバーの運転手によるとそれはアルベドの女性だったそうです。また暴走した機械に残された足跡を発見いたしました。さらに岩棚にも同一人物の足跡が発見されました。ではここで皆さんに質問です。最近街道南端にある遺跡の近辺に行かれた方は、その際高いところから飛び降りた覚えのある方は、私だけ？街道沿いの岩棚に降りたことがある方は？最後の質問です。アルベドの女性は挙手を願います。お？リュックさん、よく思い出してください。楽しそうだね。懲りないな。行こだ。その通り。ホバーはあなたをかわして転落し、あなたが踏みつけたせいで作業機械が暴走を始めたのです。二
2つの事件を引き起こしたのはリュックさん、あなたなのです。悪意はなかったのでしょうが、あなたの不注意が招いたことです。いかがでしょう、リュックさんの処分は私にお任せ願えますか。ねえ、処分って？ゴミ拾いとはね。やっと終わったよ。お疲れ様。ユアエサ。その子たちは？連絡船の動力に利用されていたところを買い取りまして。それよりさ、もう帰っていいでしょ？ゴミ拾い終わったからさ。どこが終わったと？全部拾ったってば、ほら。では、よろしくお願いします。じゃ、頑張って。